メーターで見る単価ドイツ徹底比較。イエーイ、マリゾ、ヤシオです。こんにちは。では今回超専門家の方々にですね、はいはいはい、協力をいただいてこの動画作成させていただきます、はい、まず一人目の方のプロフィールを紹介していきます。データサイエンティスト、ブランドコンサルタントの井上勤さんなんですけど、はい、マサチューセッツ工科大学の研究所、そのビッグデータの研究をねされていて、日本に帰ってきてからアサヒグループホールディングスでこのビッグデータを使ったブランド力調査を行ったと。これって当たり前のように俺言ってるかもしれないけど、世界で3例目で日本初のことやったと。すげえ、うん、すごいですね、うん、でその人にカンカン同率のブランド力調査をやっていただいたと。なるほど。僕たちは動画で伝えるということになっております。すごい。もう一人ご協力いただいてるのが、うん、教育ジャーナリストの西田さんという方なんですけど、うんうん、これ僕もねすごく面識があって、はい、超有名な雑誌の記者さんなんですけど、うんうん、西田さんにもまあコメントをいただきまして、はい、この動画をお送りしていきたいと思います。マナビズム。それでは今回の動画ですね、カンカン同率のイメージ分析という動画でございます、うんうんうん、イメージ分析っていうのはまあどういうふうに行うかって言ったら、うん、大学名と複合キーワードがいっぱい検索されているわけなんですけど、はいはいはい、その複合キーワードが他の大学と比べてこの大学特有でこの言葉調べられてるくね、なるほどなるほど、っていうのをピックアップして抽出していただいてるんで、うんうんうん、それをご紹介していこうかなっていう感じでございます。はい、はい、まず今回の分析の方法なんですけど、はい、一大学につき最大数万を調査していると。これ普通のコンサル会社と比べると10から100倍のデータ量で検索して調査しているという形でございます、はい、でこれで、ね、1個の大学だけのキーワードを調べても、うん、特有だよねって言えなくて、うんうんうん、主要130大学との比較で、あの大学だったら検索されてないけどこの大学、関西大学、関西学院大同社立命だったら検索されてるよねっていうのがピックアップしていただいてますっていうのと、はいはいはい、国内で検索されてる全ての言葉が調査されてました。全てそんなんいけるんですか。これは特別な海外のツールを使ってやっているというね、さすがマサチューセッツという感じなんですけど、うん、その数字を使ってピックアップしたものを紹介させていただくという感じになっています。なるほど。マナビズム。では同社大学のイメージ分析結果を見ていきたいと思います。はい、はい、検索符号でね、出てきたキーワードとしては、はい、まず一つ目、はい、創始者。なるほど。絶対他の大学で出てこん。絶対他の大学で出てこんけど、同志社のこの新島上人、うんうんうん、やっぱりね、なんか何だろうな、内部生とかも、うん、やっぱり入学式とかの時から、うんうん、この新島城のその見学の精神みたいなのをもうめちゃめちゃ最初から説かれるん、うんうん、やっぱどうしようって言ったら新島城だよねみたいなのが、うん、出来上がってその土壌を作るようになってるような、どうしようそれがやっぱ外にも波及していってるんやろな、うん、中から外に波及していってるんやろなって思うよな、はいはい、で2つ目なんですけど、はい、これがですね、頭がいいです。なるほどなるほど。頭がいい、このイメージまあ分かりますけど、同志社大学頭がいいって検索してる子多分同志社行ってへんけど行ってないな、行ってないけど、行ってないな、うん、でもまあイメージ、外からのイメージとしては同志社行ってる子はやっぱ頭がいいっていう検索で、うん、これ面白いのがですね、はいはい、これ西田さんが書かれてるんですけど、はい、実は関西大学も同じぐらい頭がいいと検索されてる、うん、一般的には同志社と関大なら同志社の方が上だが、うん、検索する人は同列に頭がいいと考えているか、カンカン同率というグルーピングで一番損をしている大学と分析できる。ちなみに一番得をしているのは関西大学であろう。いやいや、それは言わんでええねん。言わんでええねんとは思うものの、うん、でもまさにその通りで、うん、このグループ、カンカン同率というグルーピングの中で、うん、同志社は入れてくれるなって思ってるし、うんうんうん、関大は入れてくれてありがとうって多分思ってる。うん、それはもう分かりますよね。で、これ意外やな、その一番上の同志社と一番下、偏差値的にね、うんうんうん、一番上と一番下の、同志社と関大が頭いいって検索していて、うん、逆に関学とか立命はあまり検索されていない。うん、これ面白いなと思いますよね。そうですね。そんな検索せんでも君たちは賢い。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、はい、高学歴です。はい、これもあれかもしれんね、逆にカンカン同率というグルーピングの中ではそれは一番同志社が上でしょ、うん、だけど国公立落ちで同志社行ってる子もやっぱりカンカン同率の中で一番多いから、いや国公立じゃないけど同志社って頭いいんかな、はい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 、はい、同志社って高学歴なんかな、同志社滑り止めにしてもいいんかな、同志社高学歴もうそんなに検索したら同志社に引っ張られてまうから、お前らは国公立に行けって言いたくなりますけど、はいはいはい、ね、ちょっとコメント見ます。はい、はい、なんだかんだ言ってやっぱりカンカン同率で一番検索されている、うん、高学歴がやっぱ一番検索されていると、うん、はい、ここは同志社が他三大学と格が違う証拠であるということですね。はい、はい、名門という言葉も検索されているようなんですけど、はいはいはい、同じくこれも他三大学を圧倒しているということでございます。なるほど、もう同志社らしい感じがこうラインナップされてますね。全然ちゃうな、全然ちゃいますね、マジで。じゃあ、4つ目ですね、はい、就職勝ち組でございます。これは特にカンカン同率で唯一検索されてるというところで、就職においてはですね、カンカン同率の中で同志社だけがぶっ飛んでいいかって言ったら、うん、
多分そんなこともないはず。企業によっては関学、関大、ね、立命館の方が取ってるところが多いところもあるはずですから、うんうんうん、もちろん、ね、全部が全部ね、その人数の割合もありますし、うんうん、なんですけど、同社は就職勝ち組と。なるほど。これもしかしたら、就活してないような、例えば、高校生とか、保護者とかの世代が、就職については、検索してるのかもしれない。はい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 、うん、確かに確かに。でもね、やっぱり、例えば、関東圏で、総計と同志社って比べたら圧倒的に総計、うん、だけど、ね、関西圏で総計は OK で、うん、同志社はダメですっていう企業はほぼない、西日本で。そうですね、どうし、うんうん、西ではやっぱブランド強いですもんね、うんうん、ほぼないはずなんで、うん、そこに関しては就職は勝ち組ではないでしょうか、うん、はい、もう国公立じゃないとダメ、関関同立以下はなし、これはほとんど聞かないんで、うん、そうですね、まあそれは大丈夫かなというふうに思いますね、うん、いやていうかね、もう思うんですけど、カンカン同率行ってそこのなんか就職跳ねられたら学歴じゃないところに絶対問題があるいやほんまそう、と思うんで、うんうん、もうどうしても別に寛大はそんな足切りの部分では関係ないと思いますね、うん、そうですね、はい、ラストですね、はい、5個目なんですけど、はい、F 率成績分布と。F 率成績分布ってこれどういうものかって言ったら、例えば私の関西大学だったら有料か不可みたいな感じで、不可やったら単位もらえない、はいはいはい、単位以上は単位もらえるみたいなんで、うん、F 率っていうのは単位の評価を表してるみたいなものなんですけど、うんうんうん、コメント読むと、はい、単位の取りやすさを大学生活で重視していると、うん、はい、で要領より頭の良さが同社大学生の特徴かというところで、なるほど、そのカンカンの同率の中では、まあ、我々も思いますけど、要領がいい子が同社に行くイメージは確かにありますので、うん、それは大学生になってからも変わらないんじゃないかというところでございますね、はいはいはい、やっぱり歴史系、創始者とか名門とかそういうのと頭いい系、そうですね、本に固まってますね。いや同志社っぽいなって感じですね、これ。確かにそうですね。大学の色出るな、確かに。うん。はい。それでは何か参考にしてもらえたらと思います。はい、それではこの動画はここまでにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では、大学別対策の eBook や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。